い、どうも楽しい週ご飯の時間ですよ。今日はですね、ちょいでありましたね、新宿にやってきておるんですけれども、さっきねちょっと残念なお知らせでございます。天下一品さんにいつも通りですね、事前にご連絡していかない場合、お店に入った時に、まあ、僕は動画させていただ撮影させていただく時は必ず許可を得て、もちろんですよ、当たり前ですけど、お店の許可をいただいて撮影してるんですけど、天下一品さん、あ、わしさん久しぶりだなと、天下一品食べたいなと思って、お店に入ってすみませんと、まあ、いろいろ説明してよろしいでしょうかっていうふうにご確認させていただいたところ、罰ですと、まあその罰ですというふうなことはおっしゃってないですよ、もちろん大変申し訳ございませんで、ご丁寧、非常にご丁寧な対応だったんですけれども、まあ、簡単に言うと店内の撮影は NG ということでダメだったんで、さあどうしようかなと、じゃあまあ目的地に向かってね歩きましょうかねと思って、ちょこっとこう歩いておったんですよ。そしたらあったよ、あった、美味しそうなお店で、ただねまだ僕はこれを撮影許可まだいただきに行ってません。なのでどうなるか分かりませんけれども、非常に興味津々になってしまった、君に興味津々だけど、あ、そう、お店があったんで、ちょっとそこに大丈夫ですかって伺い立てて、大丈夫であれば食べていきたいと思います。食べたいな、食べたい、今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。
ってきました。暑くてさ着てらんないのよ。でこれ持ってるから、そう持ってるから近すぎた、ごめんなさい。行ってきました、心斎橋南って書いてあったな。心斎橋のこと南って呼ぶのか、ちょっとそこら辺のことよく詳しく分かんないですけど、それの味仙ですね、味仙さん、味仙のこれ新宿店員なのか、ちょっとそういうのもちょっと詳しく分かんないですけど、たまたま見けたから、じゃあ行ってくるかって入ったら、もう美味しかった、非常に良かったですね。これどうしようかな、あれかお話つけるかな、動画にまだちょっと決めてないですけど、それつけるとしたらそれでも話すと思うんですけど、セロリが入っておったな、あのミンチの方にセロリが入っておりましたね。あれが良かったな。最初ね、なんだこのシャキシャキしてるの、このなんだこの食感、なんだいいじゃん、香りがいいぞ。あれこれはお久しぶりの生地は、もう何年ぶりかかもしれないよ、セロリ食べるの。非常にいいセロリの感じで、まあ、全体的にあの卵も良かった、卵良かったな。いつものね、あの最近というか、もういつの間にか流行りだしてそればっか出てくるようなトロトロの卵、あれもめっちゃ美味しいんですけど、いや久しぶりにしっかり味のついたガッチガチの、しっかり味の染み込んだ燻製の香りのするあの卵、最高だね。やっぱね、あれはあれで美味しい、大好きです。新宿です。新宿が一番近いんじゃないのかな多分。あじせんさん今日もとっても美味しかったです。あ杉尾さんも今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃうぞ。よいしょ。